そして始まる最終決戦、果たしてアナスタシアはね来るんでしょうかね。 TLC の方にね来ましたね。さあ行くぞアナスタシア、最後の戦いだ。さあかかってこい。とういい動きだ、いい動きじゃないか。しかし、はい、勝った、OK。果たしてアナスタシアは DLC の方まで追っかけてくるのか彼女は追っかけてくるのか、そのあたりが気になるところですな、姫様。というわけで、運ゲータイムです。運ゲータイム開幕でございます。運ゲータイムです。さあ、当たりませんように、当たりませんようにという願いを込めながら、さあ、どうだ。オッケー、まずよし、まず壁際までガーン、さあちょ姫様頑張って、ちょっと姫様、よし、とりあえず壁際になんとか取り付けましたね。こっからでございますよ姫様、頑張って。さあ行け姫様、最後ガーン、いってやくさ、まずい、ちょっとまずい、姫様頑張って、あともう少しでございます。あともう少し行ったかな。よし、行きましたね。お、1回行きましたね。1回も死なずにここまで来れたっていうのはかなり運がいいですな、姫様。今日の姫様はラッキーデイかもしれない。ラッキーデイ姫様アタック、これで OK かな。これで OK でしょ。行ったのではん、行ってない、あ、行きましたね。 OK、 いいですね、1回で行けたが。お、本当に姫様今日はラッキーデイでございますよ。よし、ここがラジナさんとのイベントの最後ですね。イベントゴールとなります。うん、さあおいでますね、ラジナさん。果たして DLC の方ではね、この妹とかね、いろいろと関わってくるんでしょうかね。いや、いろいろとね、あの考察動画とか見てね、ラジナさんの正体とかいろいろとね知ったんですけれども、ねえ、かなりね奥深い設定があるっぽくって、そういうね設定をね投げっぱなしにするのももったいないかなとは思うんですけどね。任せてくれラジナさん。よし、これでラジナさんイベント終わりですね。それではこちらも最終決戦といこうじゃないか。狭間の地最強のシギレの鳥ね、シギレの鳥シリーズ最強でございますよ。というわけで今回も今回とていつも通りミーケーラーの騎士剣の方で戦いたいと思います。というわけでさあ出てこい。来ましたね、狭間の地最強のシギレの鳥、クレイ、いいですよ姫様。まずはファーストアタック、セカンドアタックも成功でございますよ。お、あれ結構余裕なパターンか。あ、今回は余裕なパターンか。ちょっと待ってくれよ、シギレの鳥マジか。勝ってしまった姫様大勝利でございます。明らかかったですね。いや、これはシギレの鳥が弱かったのではない、姫様が強かっただけのこと。まずは弓ですね、で、あと杖、まあ、杖に関してはね、まあ、何でもいいんですけれども、アスワン杖成敗。確かなんか鍛えてあったやつが、あ、これか。よし、じゃあ、あとは運ゲータイムのお時間でございますね。やっぱりちょっと持っていきますか、保証の松明ね。一応ね、運ゲータイムとはいえ、なるべくね、その成功の確率を上げるため、いろいろと装備は整えていきましょうか、姫様。というわけで、とりあえず入るんですけれども、まずね、いろいろと下準備をしてしまいますか。ね。いや、ほんとここね、運ゲータイムになっちゃうんですよ、普通に行くとね。なのでね、少しでも成功率を上げるため、いろいろとね、やっておくことがあるんですが、まずはあいつですね。あいつの方をとりあえず吹っ飛ばしておくことが大事。OK、よし。これで吹っ飛ばしておくっていうことが大事ですね。さあ、そしてあとはですね、あの例の暗殺者からね、なんとか逃れるっていうね、運ゲータイムが始まるわけなんですが、さて、とりあえずファーストコンタクト来ましたね。とぉー、ガイって、やっぱダメージでいっか、ダメージでいっか、ちょっと触れられただけでこんだけのダメージ、ガーッと登ってくんじゃねえ、ちょっと怖いね、脱出。よし、まずはファーストコンタクトはなんとかなりましたね。
で、ここからはね、まあまあまあって感じなんですか。ちょっと待ってみようか。よし。で、ここからあの上に登るんですね。と、よし。で、ここで一回負けるんですけど、まあ、この後ね、降りた後が大変なんですが、さて、まあ、とりあえずはね、ここつけるってことは大事でございますな。ここさ、たまにさ、あの、2体同時で出てきてさ、あと、この近くにいるラティナさんから撃たれるんですよね。もう、そうなるとね、積んじゃうんで。よし。ね。ま、何事もなく、ここまで来れたっていうのは、なかなか運がいい証拠と。いうことですが、さて、下で待ってるよね。さあ、ここからが本当の意味で、運ゲータイムでございます。さて、さて、さて。とー。できればね、ショートカット使いたいんですけど、来た！ちょっと待って。ショートカット使いたいんですけど、まずいか！ガッ！ちょっとショートカットは無理くさいな。ガッ！ちょっと待って。あの、ショートカット無理なんで、ぐるっと回っていくしかないです。これ、ほんとさ、ダッシュ攻撃連発されると、あっという間に、ね、やられてしまうんで、ほんとそのあたり、運ゲータイムなんでございますが、くっそ。さあ、姫様頑張って、姫様、キアだ、根性だ、根性でございますよ、姫様。いったか、これはいったかな、いった、よし、一回でいきましたね、よし、一回でいけたのは大きいですよ。ふう、まずは前半戦終了。さて、後半戦が始まるんですけども、まずその前に、こっちのね、灯火をつけてしまいましょう。というわけ、ポチーですわ。よし。で、これで残り一つですね。うん。で、ここからなんですけど、ここからはですね、永遠の暗黒が物を言う場所でございますね。永遠の暗黒ね。ん？あ、とっと、しまった。間違えた。杖ですね。杖。アスワン杖杖バイ。あ、これですね。で、永遠の暗黒。永遠の暗黒なんですけど、ん？これですね。よし。これが大事なんですね。まあ、これがあってもね、失敗するときは失敗するんですが、さてどうだと。で、ここまでは良くて、で、こっからですね、よし、上がったらすぐ暗黒、上がったらすぐ暗黒ですよ。上がったらすぐ暗黒だ！どう？いけ！よし、いった！ OK！ まず1回、2回目、OK！ よし、2回避けられた。はい、勝った。はい、大勝利、大勝利でございます。一発でいきましたね、ここね。よし、はい、OK！ 一発でクリアっていうのもなかなかいいですね。本当に今日はなんか姫様ラッキーデイでございますな。姫様今日はラッキーデイ。姫様ちなみにお羊座でございます。おそらく今日は世界中のお羊座の方はラッキーデイだったに違いないということで、 OK、 よし、これでクリアでしたね。本当に1回でいけるとは、姫様本当にラッキーガールでございましたな。やったー。それでは姫様、いよいよ行きますぞ。ミケラの聖樹でございます。なんかね、 DLC のあの影の地ですか、影の地ってね、なんかこの辺りのミケラの聖樹あたりのね、強さだなんていう人もいるからね。うん、嫌ですね。嫌ですね。初見でミケラの聖樹レベルのとこ行かないといけないの。おお、怖い怖い、まんじゅう怖い、まんじゅう怖いとか言っておきながら、さあやってまいりました、ミケラの聖樹でございます。ここと同じぐらいの強さらしいですよ、 DLC。 やばい。姫様やばい。ああ、そう、そこにさ、あの島あるじゃないですか、島、謎の島ね。私ね、あそこが影の地になるんじゃないかなって思ってますね。え、めちゃくちゃ気になりますよね。ミケラの聖樹とね、すごく近いし、黄金寺とね、そう、反対側にあるんで、ミケラの聖樹のね、影とかがありそうだからね。お、あの辺りがね、影の地じゃないかななんて、ね、普通に考えてるんですけどね、どうなんでしょうかね。うん、ね、気になる、気になります。そして、その答えは、あと1週間後ぐらいに分かるのでございます。というわけで、ルーンをくれ！ルーンをくれーと、今のうちにね、ルーン稼いでおかないとね、ほんと、探石とかね、ちょっと買っておこうかなと思ってます。ね。この前も言ったんですけどもね、せっかくね、新武器手に入れたぜなんて思ったらね、探石がねえ、みたいな。それはちょっと避けたいのでね、今のうちにね、探石の方を買いだめしておいた方がいいかなっていうことだよね。ルーンの方はね、なるべく取っていきたいんですが、とりあえず、しねーしねー、落ちろ落ちろ、うん、やりまして、オッケー。というわけで、じゃあとりあえず、
まあここね、いろいろアイテムとかあるんですけど、さすがにね、ここでね、ルーンをロストしたらもうシャリになんないんで、さすがにね、ルーンはロストしたくないんで、このまま一気にね、下まで行ってしまおうと思います。というわけで、とー、いや、ほんとね、ここね、一回でもね、ルーン落としちゃうとね、取り戻しにくいっていうか、結構怖いんで、本当にね、本当にルーン落としちゃうからね、なくしちゃうから、走っていくことが大正解。というわけで、あれを食らったら即死です。はい、あれを食らったら即死なんで。オッケー、よし。あともう一回飛んでくる。とー、はい、オッケー、よし。なんとかなりましたね。ここまで来れば大丈夫。よし。ね、ほんと、ルーンは大事にしていきたいですな。そこをどけい、そこをどけい、こちら急いでんだ、マジでマジで結構急いでんだ。ちゃんとほんと DLC 発売までもう1週間切っちゃってるんだ。ちゃんとというわけでね、ちょっとね、チョッパ屋で行きたいんですが、さて、あそこちょっとショートカットしますか。ショートカット一応ね、開けときましょう。というわけで、とりあえずとーね、ほんとね、もう DLC 発売までもう1週間切っちゃってるんでね、実際ね。ね、本当に急がないとダメですよ。ここをワンチャンな位牌使ってささっと行きたいってところはある、正直。正直ね、ここ位牌使った方がね、めんどくさいんですよね、こいつね。ローレッタは結構大変なんで、サクッとね、位牌を使っていった方がいいような気もするんですが、まあ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 、とりあえずワンオンワンでいきますぞ、姫様。トートーが、早い。早っ、めちゃくちゃ早いですよ。ちょっと姫様、これは情けない、姫様、これは情けのございます。まずは元気一発飲んでからささっと影武者出します。うっ、はい。位牌使います。ここはね、ローレッタもささっと平らげてしまいたい。さあ行くぞローレッタ、とっとっとっと、影武者頑張って、いいぞ、いいよ影武者、いいよ影武者。影武者もね、大吉の決意使うんですね。いいよ、かっこいいよ。あぶね。ガーッ、オップだ、オップ、ギリ残った、ミリですよ、ミリ残った。あぶな、即死級か。恐ろしいですね、ローレッタの斬撃ね。しかし、クレイ、オッケー。これで半分いきましたね。とーガンガン削ってくぜ、ちょっとやばいか、まずい、よし、いいよ、このまま押し切ってしまいたい。はい、 OK。 やっぱり打ち染みいると強いですね。やっぱり打ち染みのバランス絶妙なんだよな。さて、ここからエブレフェールですね。うん、でさ、やっぱりさ、あの島さね、やっぱりあそこ影の地だって、 DLC のね、影の地だって、そんな気がしてならない、そんな気がしてなりますんぞね。黄金地とね、反対だからね、黄金地からするとね、ミケラのか、ミケラの聖女のね、影があの土地にね、うん、かかるわけだからね、意味合いからしてもね、あの辺りが影の地って呼ばれてもおかしくはない。あー、こっちじゃない、こっちじゃない、姫様、姫様、こちらでございます。よしね、うん、まあ本当にね、あの島が本当に DLC の影の地なのかどうかというのをね、分かるのはあと1週間たらずね、分かってしまうのが、うん、楽しみでございますな、姫様。というわけで、政治の支えエブレフェールまで来たわけなんですけれども、まずここでですね、あのミリセントさんですね、ミリセントさんのイベントをね、完全攻略する必要がありますね。そこで無垢金の針ですね、あれを手に入れた上でマリニアをぶっ飛ばす必要があるんですね。とー、オッケー、さあかかってこい。で、そのマリニアを倒してからね、無垢金の針をミケラの針に変える必要があるんですね。はい、オッケー。で、そのミケラの針を持ってファルマーズラへね、行けばメリメリ生存ルート完成ですね。ねえ、ミリセントさん。というわけで、ここでミリセントさんとね、会話したんで、うん、フラグが立ちまして、次が最後ですね、次会う時が最後です。寂しいものですな、ミリセントさん。まあ影の地でもね、何か新しい出会いもあるでしょうね。よし、これで準備完了でございますな。
姫様可憐でございます。姫様可憐でございます。よしと、まあそんな感じでエブレフェール行くんですけれども、まあエブレフェールはね、めぼしいボスを倒しつつ、まあ先進めはいいかななんて思ってたんですけれども、あのクソギーですね、そうクソギーの苗床の呪いね、回収するのはすっかり忘れてたんでね、がいて、ちょっと待ってみようか。そちらの方もね、回収の方も忘れずに行きたいですね。すいません、取りますと、その前にね、とりあえずそこにいるね、歩く滝木をね、ぶっ飛ばして少しでもね、ルーンの方を稼いでおきたいかなーって思うんですが、とさあ来たよ、歩く滝木野郎というわけで、滝木野郎 VS 姫侍なんですが、と、もうね、この辺りももう慣れたもんですよ、慣れたもんでございますな。これさ、今思ったんだけど、この滝木野郎ってボス扱いじゃないからね、これ暗黒効くかな、暗黒じゃない、暗闇か。ちょっと試してみたいですね。もうちょっと距離が空いた時に使いますか。よし、今です、くらい効くかな、どう、ん、あ、効いてるっぽいですね。あ、効いてますね。まあこいつにね、暗闇が効いたから何なのっていう話ではあるんですけど。いやー、ちょっと待って、姫様、ちょっとまずございますよ。オッケー、暗闇だ。あ、ほんとこいつにね、暗闇が効いたから何なのっていう話ではあるんですけど。ね、だけどやっぱりね、暗闇ね、大事ですよ、大事ね、攻略にね、本当に欠かせない鬼頭かもしれませんね。 DLC の影の地の方でもね、猛威を振るっていただきたい。死ねー、結構硬いですね、結構硬いな、ね、こういう補助的なね、鬼頭とかもね、DLC の方でバンバン追加されたら嬉しいですね。と、いや、ほんと硬い。え、なんかやたらと硬くない？と、やたら硬いんですけどね。例えば空を飛べるみたいなね、鬼頭が来たら面白いかなって思うんですよ。ね、信仰が奇跡を呼んだみたいな。信仰が奇跡を呼び、人は飛べるようになったのだみたいな、そんなフレーバーテキスト付きでお願いします。よし、じゃあ行きますか。こっからですね。で、ここからクソグイ君のね、苗床の呪い ×2 を取りに行きますね。で、まずこっちですね。とーで、上ですね。で、ここでね、苗床の呪いをね、2つ取りまして、中身なんだっけ、あ、探石か。で、2つ取ってそれをね、クソグイ君に渡すとね、修復ルーンがもらえるんですね。というわけで、まず1つ目ですね、ここに1つあります。で、もう1つが反対側ですね。そうで、クソグイ君の、修復ルーンもらうと、残るは完全率の修復ルーンだけですね。で、完全率の修復ルーンはね、本当に、もうエンディング間際でね、もらえるので、まあ、そこまでお預けって感じかな。で、こっちですね。で、こっちに2つ目があります。近いんですよ、近いところにね、苗床の呪いがね、あるので、取りに行くのはラークですね。で、あれか、あれですね、これで多分ね、全部揃ったはず、多分取り残しはないかな。よし、じゃあクソグイ君のとこに行きますか。まあ本当にね、クソグイ君のね、もうエンディングですか、絶望の祝福、あれはね、本当あんまり好きじゃないからね。さあ来たよ、クソグイ君、全部多分持ってきたと思うよ、多分揃ってるはず。このクソグイ君の思想ってね、いわゆる自分が差別されるから、自分がね、呪われて差別されてるから、じゃあ人類全員呪われたら差別されないよねみたいな、そういうなんか大敗的というかね、本当に絶望的な思想なんですよね。まあ気の毒っちゃ気の毒なんですけどね。まあいい、とりあえずあげるよ、全部あげる。
Unleashing upon them a curse blessed sword! うん。多分これで修復ルーンができるはず。できてしまいました。修復ルーンを。はい。イミノロイの修復ルーンゲットでございます。ではさらばだ、クソ食い君。次、生まれ変わるときは、いい人生が待っていることを願うよ。これで、とどめ。多分終わったはず。はい、OK! 撃破。よし、とりあえず、呪霊をぶっ飛ばしたんですけれども。で、ここからですね。うん、この、神の意見使います。ね。いや、ほんとね、ミリセントさんのね、最後のイベントね、この神のね、意見がないとね、クリアできないんですよ。そう。なんかね、周回してると、ね、ミリセントさんってね、あんまり強くならないんですよ、実は。ね、周回してもね、ミリセントさんあんまり強くないにもかかわらず、ね、ミリセントさんの姉妹たちはね、めちゃくちゃ強くなるんで、守りきれないんですね。うん。なのでね、神の意見の黄金波を使ってね、まとめて戦わないと、クリア不可能かなって思うので。うん。じゃあ行きますか。ミリセントさんイベント。最後のミリセントさんイベントです。本当にミリセントさんね、かなり短時間でやられちゃうからね、急がねえとダメなんですな。死ねー。ね、ミリセント、マジでダメージか。ちょっとダメージ食らいすぎちゃった。ミリセントさん頑張って。もうちょっと頑張って。ミリセントさん、マジ頑張って。ちょっとダメージ大きいよ。っていうか、あ、3人、何が、ガーン、何が、一緒にいた、くそ、1人足りねえなって思ったんで、くそ、おだれ。というわけで、セカンドトライ、ね、今度はね、ちゃんと画面の中にね、4人ちゃんと入れたままね、黄金波動、波状攻撃をしたいところではあるんですが、さて、とりあえず1人、まずその前にミリセントさんをまず防御しないといけないんですけども、2人いて、3人、やばい、もう1人、後ろから来てねえか、これ、ちょっと後ろから来てる可能性がワンチャンある。よし、まず1人倒した。あ、いや、4人いますね、ちゃんと4人いるな。よし、1人倒したんで、残り3人ですね。OK、2人目。あ、いや、あ、倒したのか、3人倒したのか、OK、じゃあ、あいつ、残り1人ですね。頑張れ、ミニセントさん、頑張れ、ミニセントさん。ミニセントさん頑張れ。やばい、ミニセントやばい。はい、OK。よし、これで4姉妹撃破ですね。お疲れー、ミニセントさん。お疲れ、ミリミリミニセント、お疲れ様でした。これが最後のツーショットです。うん、残念ですな、ミニセントさん。実は生きてましたみたいな感じで影の血出てこねえかな。実は生きてたんですみたいなね。というわけで、最後のお分かりに行きますか。Oh. Hello. Thank you for lending your hand. Without your help, I could not have defeated that quartet. I feel as if I've been in your debt from beginning to end. Thank you. With your help, I was able to live as my own person.If only in passing. But this is where things end. I pause to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am.Please, let me pass alone. The scarlet rot rides now. Worse than ever. Soon, I won't be more than a mound of flesh. Curse laden. Untouchable. I wouldn't want such a thing to bring you harm. なくなってますね。うん、残念でございますな、姫様。姫様のお友達が一人亡くなってしまいました。うん。しかし、その志は受け取った。無期金の針、ゲットですね。よし、